バラロのサクロモンテサクロモンテはイタリア語で聖なる山を意味するキリスト教の宗教施設の一種である。山の中に複数の建物を作り聖書の物語を絵や彫刻で順に再現する。これを巡っていくことにより信心を深めるという目的がある。サクロモンテの造営は15世紀から16世紀にかけてエルサレムやパレスチナへの聖地巡礼の代替として 始まったと言われている。当時エルサレムはイスラム勢力下にあり、巡礼はほぼ困難であった。1480年頃にバラドに最初のサクロモンテが造営された。その後、1535年のトリエント公会議の結論を受け、プロテスタントの宗教改革に対抗するため、バラドをモデルとしてサクロモンテの造営が行われた。この時期に建設された ピエモンテ州とロンバルディア州に存在するバラロをはじめとした9つの物件から構成されるピエモンテ州とロンバルディア州のサクリモンティが世界遺産に登録されている。サクロモンテの造営は18世紀以後も行われた。しかし、この頃の建築は宗教動機が薄れたデザインになっている。ありがとうございます。